白雪先生と子供たちは1950年労働組合映画協議会との提携により大映画制作、配給した日本映画。原作は日本教職員組合と労働組合映画協議会が募集した劇映画ストーリーの当選作品である中野区立第六中学校の森岡昇教諭の太陽は子供の上にも。 1948年12月の時点で森岡の子供、遊び、映画、太陽は子供の上にもについてが新しい教育と文化に掲載されている。安美敏夫のシナリオは雑誌、シナリオ第六巻第一号に掲載された。中学教師の原作だが映画では小学校が舞台となっている。 和解のハッピーエンドとなっているが、全般的に中小企業と思われる工場経営者の親子が悪役で、貧乏な親子が善良な人物として描かれている。球場の吉尾は、PTA の有力者で、染め物工場を経営している原島の息子、俊彦に勉強を教えている。俊彦は、学校に通っていない常児と飛行を重ねている。ある日曜日、吉尾は、常児が、 学校の池の恋を盗んでいるのを目撃。これをきっかけにして、学校の池を管理している吉尾の担任の天宮や、かよこの計らいで、常時は、橋本のクラスに編入して学校に通うようになる。ありがとうございます。